それでは福岡教育行ってみたいと思います。今日の勝負の全体像はこちら。デミさん合計5問あるんですが、ちょっとさすがに全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、問いの1番から問いの4番、これを一緒に頑張りましょう。サミさん第1段落でございます。まずはこちらの問いの1番、検討をお願いします。サミさん解説回答はホワイトボードでいたしますね。サミさん問いの1番でございますが、皆さんまず黒板の上の方ですね、ここは皆さん模範回答だと思ってくださいね。あと皆さんこの黒板の左側、下線部1番セルフエスティームで、皆さん該当箇所を皆さん抜き出してみました。さあ皆さん正解はどこにするのか、まあどこを書くのかということですが、皆さん下線部1番の直後にダッシュがあるんですよね。皆さんダッシュ、おそらくご存知かと思いますが、左側の語句の説明ですから、下線部1番の正解は皆さんやっぱりここかなって感じになるかと思います。であとは皆さんここを訳すだけですね。で皆さん一番先頭オレンジのところは感覚で、どんな感覚かと言われたら、まずは一つ目この青のところでございます。 I'm not afraid、 まあ怖がらないと、恐れません。で何を恐れないかと言われたら、皆さんこの問題に立ち向かう、もしくはこの問題に直面することを恐れることなく、でこの一番最後緑のところですね、解決できると思う、そういう感覚というふうに書いていただけると OK です。ですね、これで皆さんご自身の回答と見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございます。皆さん一箇所注釈ついてまして、こちら空所とか空白、ではそれを踏まえてこの下線部2番、問いの2番の検討をお願いします。それでは先ほどと同じように皆さん上の方ですね、これが模範回答でございます。で皆さん下線部2番ここにあるんですが、皆さん答えはどこにありますかと言われたら、まあさすがにディスと書いてますからね、これ、ということは皆さん直前だろうと、ですから皆さんその手前のところ、まあ黒板書きましたが、この辺りが書けてあればひとまず OK。 あと皆さん場所が確定できればあとは訳すだけですので、まずこの青のところをご覧くださいね。皆さんまず、among young men、 真ん中でございますが、若い人たち、まあ若者ですね、その間における文頭 unemployment、 失業、まあそれが高い、まあ失業が多いということですね。で、皆さん何よりと言われたら、皆さんこの緑のところでございます。まあアメリカの中で、で、other group、 まあ他のグループで、それに皆さん almost any と書いておりますから、ほとんど、いかなる、他のグループ、他の集団、まあ、もしくは他の世代でやっていただいてもいいと思いますが、その世代よりも、失業が多い、まあ、もしくは失業率が高いみたいな感じで書けてあればよろしいかと思います。だと皆さんご自身の回答、そこと見比べていただけると OK でございます。すみません続きまして問いの3番、下線部3番に関して検討をお願いします。それでは、トネ3番でございますが、皆さん、下線部はこちらでございます。I think, another factor。まあ、別の要因。まあ、これをどう判断するのか。どこを書けばいいのか。で、皆さん、この後、次の文章を読んでいくとですね、皆さん、I worry。私は心配していると。で、皆さん、オレンジの波線で合わせましたが、私は思っていると。考えですね。で、それして、I worry。私は心配していると。考え。ですから両方とも頭の中で考えていることでございますので、 I think の右側下線部3番、ここと対応するのは I worry then、 ざっと以下ではなかろうかというような判断でよろしいかと思います。ですからまず該当箇所、このオレンジの四角括弧で区切ったところですね。で、皆さんそこを訳すだけですから、まずは青のところをご覧くださいね。皆さん全世代、全ての世代が大人、成人に達してしまった、まあ、もしくは大人とか成人になってしまった。で、何を持たずに、何をすることなく、というのはこの緑の部分ですね。皆さん、capabilities ですから、能力。で、特に processes、過程、もしくはまあプロセスですね。で、もちろん過程とかプロセスで、まあ、訳せておれば、まあ、ある程度点数はもらえるかと思いますが、能力の言い換えですからね。ですから、模範解答、ちょっとこんな感じで足してみました。過程、プロセスをたどる力。皆さん、こんな感じで書けてあると、より一層いいんではなかろうかという感じでございます。ですから、能力。特に過程やプロセスを減る力。そういうものを持たずに、そういうものがなく、成人、大人に達してしまいました。で、あと皆さん、この文末でございますが、皆さん、that, translate ということで、皆さん、もちろん、主語がないですよね。
ですからこの主語がね、不完全な状態の時に、このざっと関係代名詞と呼びました。ですから、訳す順番としては、この文末の方ですよね。ここを訳してから、皆さん、能力にかけていくと。そんな順番でよろしいかと思います。で、あと皆さん、translate でございますので、直訳すると翻訳するですよね。ですから、こういうように翻訳する。わからなければ、最悪それを書いておくしかないんですが、多少訳していただいてもいいと思いますよ。こういうように翻訳する。つまり、こういうように変える。もっと言うと、雇用につながる能力。で、その能力とは、特に過程やプロセスを経る力。そういうものを持たずに、大人に達してしまったこと。成人になってしまったこと。みたいな感じで書けてあればよろしいかと思います。さあ、皆さん、次の段落でございます。皆さん、下線部4番はこちらなんですが、隣の4番。下線部4番を日本語に直しなさい。で、皆さん、この後もちょっとまた別の設問がついてるんですが、時間の都合上、こちらを優先していただけると OK です。つまり、下線部4番の和訳。では、検討をお願いします。それでは和訳でございます。皆さん、まずは文頭をご覧ください。で、もちろん私が主語で、look back、動詞。そして、皆さん、おすすめしたいのは、前置プラス名詞を見たら、括弧して M。つまり、就職語。で、その後皆さんまた別の SV 出てきましたので、色分けいたしますね。で、皆さんざっと説の中ですが、まずはっきりわかりやすいのはですね、やっぱり前置プラス名詞。で、括弧して M。で、その後もですね、皆さん gifts という名詞と I という名詞。皆さん名詞が2つ並んだら、関係代名詞の省略。これがあるんではなかろうかという感じで OK です。で、私が主語で received 動詞。で、あと皆さん前置プラス名詞ですので、全体で M。でもちろん関係代名詞が省略されているわけですから、訳すときは右側から左側。例えば、came動詞が出てきましたので、じゃあこれの主語はどれなのか。もちろん左側、上の方から探すんですが、さすがにこの赤いところは青と違いますので、ここが主語じゃないですからね。でもちろんこの辺りも前置プラス名詞でございますので、m。となってくると皆さん、some しか残らないですね。で、came の右側は皆さんご存知かと思いますが、not A, but B。そのバットの右側にですね、今回ラザーがくっついてるだけでございます。not A, but B。A ではなく B。だから皆さん、両者ともに from という前置詞から始まっておりますので、カッコでくくっておきます。で、皆さん、構造はこんな感じですよね。で、あと皆さん、訳す順番でございます。普通に考えたら皆さん、文頭から訳したかと思いますが、まずは主語。これが1番目。で、その後ですね、皆さん、おすすめなんですが、皆さん、前置プラス名詞、M ですね。皆さん、M を見たら、右側から左側。これ、皆さん、一番確実かと思います。で、その後、皆さん、緑のところを訳すのかなと思うんですが、皆さん、これ、ざっとせず、まだちょっと長いので、おそらく皆さん、この、青色ですかね。このあたりから、皆さん、訳し上げた方がいいかと思います。で、皆さん、今回、青色のこの主語のところを訳すんですが、皆さん、前置プラス名詞ですので、右側から左側。ただし、皆さん、この青いところ。皆さん、この赤のところが、皆さん、関係代名詞によって、皆さん、かかってますよね。で、もちろん、ここにも前置プラス名詞がございますので、右側から左側。ですので、オレンジの3番目の次は、ここですね。赤色の4番、5番。で、青色の主語のところに戻ってきました。6番目、7番目。だと、皆さん、これ一番最後ですが、not A, but B。A ではなく B。この順番ですよね。ですから、8番目ではなく9番目。で、このあたりを訳し切ってから、最後、動詞のところ。ただ皆さん、これ、熟語が隠れてますね。come, from。もちろん、うにゃうにゃからやってくるでもいいんですが、うにゃうにゃから由来する。というふうに訳していただいても OK。で、青色のところが全部済みましたので、最後は緑色。という感じで、訳す順番はこんな感じですよね。ですので、文とオレンジのところからご覧ください。私が、自分自身の人生、それを振り返ってみると、私の両親から受けた最も素晴らしい贈り物のいくつかは、彼らが私に対して、私にとってしてくれたことではなく、このあたりですね。私にしてくれなかったこと。で、そのしてくれなかったことから来ている、もしくは由来している。と、緑のところ。私は認識してます。こんな感じでよろしいかと思います。
で、とりあえずこの上に模範解答書いておりますので、ここと見比べていただけると OK です。